ヤッホーとまるでーす。はい、っていうことでね、本日3月9日ということで、3月9日のくじといえば何でしょう。はい、その通り、3月9日土曜日より発売となりました台東くじ、初音ミク、ミクの引き年くじセカンドシーズンっていうね、くじなんですが、1回1000円で、そう、ちょっと高いんですけど、まずラインナップをね、ご覧いただこうかなって思います。 D 賞クリアスタンド、 C 賞チョコントフィギュア、 B 賞スケールフィギュア、メルティシュガーバージョン、 A 賞スケールフィギュア、グリットリングスターバージョンで、ラストハッピー賞がスケールフィギュア、グリッダーリングスターバージョン、ラストハッピーショーカラーバージョンで、ダブルハッピーショーが B 賞のね、スケールフィギュアのメルティシュガーバージョンのダブルハッピーショーカラーとなっていて、で、あともう一個ね、エクストラハッピーショーっていうものがございまして、 D 賞が当たった方が応募できるキャンペーンで、400名にね、どちらかのフィギュアが当たるっていうキャンペーンもやっております。はい、っていうことでね、1回1000円で、まあくじ自体は高いんですけど、個人的にね、外れがないくじっていうことで、もうめちゃめちゃね、いいなって思って、そう、ちょっと言い方悪いんですけど、ぶっちゃけね、700円800円とかでラバーストとかさ、タオルとかクリアファイルとかをつかまされるよりはね、もう2、300円値上げしてね、アクリルスタンドかフィギュアしか当たらないくじの方が個人的にはね、めちゃめちゃ嬉しいなって思ったんで、ちょっとまあ1000円高いんですけど、外れがないっていう分、なんかね、気持ち的に楽に参加できました。まあ楽でもないんだけどね。っていうことでね、今回の泊まるのお目当ては、 A 賞のね、このフィギュアがめちゃめちゃ欲しくて、もうこれ結構ダントツで欲しいんですけど、 B 賞のフィギュアもね、可愛いから当たったら嬉しいし、 C 賞のね、このミニフィギュアもめちゃめちゃね、可愛かったんですよ。あのガンフェスでね、実物見たんですけど、結構大きくて可愛かったんで、ちょっとこれも欲しくて。はい、で、最後こちらのアクリルスタンドもさ、ぶっちゃけね、イラスト可愛いから当たっても嬉しいんですよね。そう、でも1回1000円ってことを考えると、 A、B、C のどれかを当てたいなっていう感じでちょっと参加してきました。はい、ということでね、まずは引いてきた様子からご覧ください。どうぞ。すみません、こちら、はい、お願いします。開けて大丈夫です。あ、どうぞ、開けてい
そうですね。下から撮ってもらいます。ちょっとお会いします。すみません、ありがとうございます。三つですよね。三つですね。はい。これで。すみません。この3つで。はい。ですね。はい。で。ありがとうございます。っていうことでね、 B 賞が当たりました。そう、お目当ての A 賞がね当たんなかったのは残念なんですけど、結構ね当たったものが良くて、まず B 賞が当たりまして、あとね C 賞も5個当たったの。これもめちゃめちゃ嬉しくて、で全6種だからダブってなければ5種類揃ってるはずなんですよ。ちょっと結構バラバラにね取ってきたから期待できるんじゃないかなって思ってて、で、あとアクリルスタンドもね、5個当たりました。チョコンとフィギュアの方が数少ないから、そう、なんか同じ数当たったっていうのは結構奇跡かなって思ってて、551って感じで、本当はね、1万円だけ引いてくる予定だったんですけど、なんと、ポイントがね、溜まったので、1回分無料になったんで、ちょっと11回引いてきたっていう感じです。はい、ということでね、早速ちょっとね、開けていきたいと思います。もう、ワクワクが止まんねえぜって感じなんですけど、まず、クリアスタンドからね、開けていきたいと思います。はい、こちら5個当たったんですけど、ラインナップがね、こんな感じで、もう本当にね、全部いいのよ。どれが当たってもね、嬉しいから、まあ、ダブらなきゃいいなって感じで、この二つはもう、フィギュアと一緒に飾るのにすごいいいし、この辺はさ、C 賞のミニフィギュアと一緒だからね、それと一緒に飾るのがいいし、上のね、段のアクスタはもうイラストがめちゃめちゃ綺麗だからね、ちょっと集めたくなるなって感じで、ハズレがないから、ダブリさえ避けれれば、結構満足度は高いかなって感じです。早速開けていきましょう。このミクさん狙いでいこうかな。このミクさん。はい、いきます。こういう感じよ。いきます。ミクさん、ミクさん、ミクさん、こい。まず1個目がね、レンくんですね。はい、こんな感じ。うん、かわいい。イラストめっちゃかわいいです。はい、こういうの。めっちゃよくない？レンくん当たったならリンちゃんも欲しいな。次。リンちゃん、リンちゃん、リンちゃん、こい。あ、はい、これフィギュア当たった B 賞の元絵ですね。かわいい。次。ミクさん、ミクさん、ミクさん、こい。はい、じゃーん。カイトくんが当たりました。かっこいい。次。ミクさん、ミクさん、ミクさん、こい。あ、来た！じゃらーん。え、めっちゃ良くない？見て見て。やったー！欲しいの当たった。ってことでラストは、りんちゃん欲しいかな。いきます。お目当て、お目当て、お目当て、来い。あ、あ、ダブった！嘘ー！結構バラバラに撮ったのにダブっちゃいました。ショック。マジか。ってことで、持ってないのはね、ちょくちょくポチっていこうかなって思います。まあ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 、お目当て当たったんでいいでしょう。次。こちら、これダブってないでほしい。もうほんと結構ね、バラバラに撮ったのよ。まずラインナップがね、こんな感じなの。全6種で5個当たってるから、うまくいけばね、持ってないの1個で済むはずなんだよ。お願い、ダブってませんように。あ、なんかこれ重いかな？ミクさんっぽい気がする。重いってなると多分ルカちゃんか、ミクさんぐらいだよね。いきます。ミクさん狙いでまずね、行きましょう。行きます。まず1個目。ミクさん、ミクさん、ミクさん、ほい。あ、やっぱミクさんだ。ミクさんめちゃめちゃ重い。え、ちょっとかわいいなぁ。え、やばーい。超かわいい。これ、なにこれ、思ったよりおっきい。ワンフェスで見た時におっきいなって思ったんだけど、こんなおっきかったんだね。え、待って、めっちゃかわいいんだけど。やばい、超かわいい、これ。え、やばい、テンション上がるね、これ。お願いだから、ダブってないで。
行きます。りんちゃん、りんちゃん、りんちゃん。はい。あ、来たー、やばいやばいやばい。二連続お目当てだわ。じゃあ、見て、超かわいい。ってことは次はじゃあ、れんくんかな。行きます。れんくん、れんくん、れんくん。はい。え、怖い怖い怖い。あ、来たー、やばーやばーい。はい、こんな感じ。見てレン君。やばい、アクスタ揃わなかったけど、こっち揃ってよかった。もう超かわいい。あと2個。ダブってないでほしい。お願いします。ルカちゃん狙いかな。なんかでもね、重くないからルカちゃんなさそうなんだけど。ルカちゃん、ルカちゃん、ルカちゃん。怖い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 。来たー、マジでやばい。言ったの全部来るじゃん。やばくない？奇跡なんだが。やばい。え、待って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 。あと二人。カイトくんちょっと高かったんだよね。だからカイトくん狙いかな。最後、いきます。え、ダブってないでお願い。カイトくん、カイトくん、カイトくん。来い来い来い。え、ちょっと待って、怖い。メイコさんってことで、ダブってなかったんだが。え、見て、女子コンプなんだが。やばい、かわいい。カイトくんはね、ポチろうかなって思います。はい。やばくないこの大きさ。見て。じゃあ、大きい。かわいい。え、やばいやばいやばい。なんかこれやっぱさ、1000円の価値があるくじだよね。うん。超かわいい。やばい。嬉しいんだけど、最後ちょっとじゃあフィギュア開けてこうかな。正直ね、エンションの方が欲しかったから、こっち手放すかどうか悩んだんですけど、この元イラストからのこのフィギュア化の再現率がめちゃめちゃ高いのよ。これが元絵で、見て。同じ。すごくない？ここまで再現してフィギュア化できるんだっていうね、ちょっとびっくりなんですけど。まあでもミクさんはね、プライスとかもね、クオリティ高いからさ、ちょっとみんなの期待値を超えるぐらいのね、クオリティじゃないとね、ダメよね、やっぱ、ミクさんは。うん。え、超可愛いんだけど。なんかやばい、ずっと幸せ。台座がこんな感じです。メルティーシュガーだっけとかだから、ミルク的な感じかな、わかんないけど。メルティーってなんだっけ。はい、こんな感じです。じゃーん、かわいい。再現度やばくない？見て。これが、シュワワワン。こう。これが、シュワワワワワワン。こう。やばくない？え、同じじゃない？だって。え、めちゃめちゃ可愛いんだが。なんかたまにさ、顔長くねとかさ、アイプリの位置が上すぎねとかさ、桜美くん時はあったんですよ、そういうのが。でもこれも、比率とか含めて完璧なイラスト再現だと思う。一緒。同じ。一緒。同じ。やばい。一緒、同じ。見てほら、だって一緒じゃない？ほら。すごい再現率。私の答えはね、ちょっとなんか色がね、映っちゃったりとかはあるんですけど、それを踏まえてもめちゃめちゃね、クオリティが高くて可愛いので、ちょっとこれはね、手放さずに飾ろうと思います。で、A 社の方はね、もうすでにポチったので、届き次第ね、また動画を作ろうかなって思います。はい、ということで、まずはね、当たったフィギュア、じっくりご覧ください。どうぞ。
っていうことでね、もうぶっちゃけね、私お目当てが A 賞だったから、正直ね B 賞そこまでね期待はしてなかったんですけど、実物めちゃめちゃクオリティがね高くて、めちゃめちゃね可愛いし、元イラストのまんまフィギュア化されてたっていうので、一気に気に入っちゃいましたね。もう本当これは飾ろうって思いました。ちょっと相場とかを見てもね、あの A 賞の方が高くて、 B 賞ちょっと値段落ちてきてるんで、安く買えるうちにねぜひゲットしてほしいなって思います。はい、めちゃめちゃ可愛いのでおすすめです。もうミクサーのフィギュア本当プライス含めてさ、もうクオリティがね毎回高いからね、度肝も抜かれますよねっていうことで、ちょっと待って待って待って、いろいろねポチんなきゃいけないので、今日はねこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いや、ちょっと多分終始テンション高くてうざかったと思うんですけど、これはテンション上がるでしょ、わかるでしょ。やっぱさ、ラインナップって大事なのよ本当に。台東区じ素晴らしいよ、最高かよわー冬のキスは雪のような口どけ、降る雪が全部メルティーキスならいいのにね。